ありがとうございました。いい突然にもかかわらずね、こうやって止めていただいてありがとうございます。これはとある旅番組の未編集映像なのだという。田舎の民家に泊まらせてもらおうという企画。日も暮れかけた頃、ようやく見つかったお宅でお風呂をいただき、パジャマ姿で家主と談笑している様子の女性タレント。和やかな雰囲気の背後に潜む闇を目撃していただこう。おかげさまで。よかった。いや、でもちょっと田舎に帰りたくなりましたね。ぜひ帰ってあげてください。寂しがってると思う。田舎って言っても、まあ、東京のところなんですけど。じゃあ、はい、そんなにね、行こうと思えばすぐ行けるかな。そうですね。でもなかなか帰らないですよね。あ、そう。お仕事忙しいのね。ね、ありがたいことにね、さあこの辺でちょっと乾杯しちゃいます。じゃあ再び、はい、再びの乾杯、はい、乾杯、2人の出会いにということで。どうもありがとうございます。あ、そうだ、忘れてた、ごめんなさい、はい、お布団ね、乾燥機かけてくるわね。あ、本当ですか、ありがとうございます。あったかへんがいいですね。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい。カエルいたんだけど。やばくない？だ、結構めっちゃ汚いし、なんか本当にカエルを飼ってる風呂で入ってくださいみたいな。やばくて、もうこれ田舎に泊まろうじゃなくて本当カエルと泊まろうだから。本当に結構カエルいます？いや、ないって。俺ちょっと自分がナメクジ。ナメクジマジ？まあ確かにカエルの方がまだ可愛いっちゃ可愛いか。いやでもさ、めっちゃ汚くてさ、しかもさ、ご飯もさ、まあ、テレビだから、うん、なんか美味しかったですとか言ったけど、もうほんとね、大根とかめっちゃ硬くて味全然染みてないし、ほんともうマジないよこれ。でも結構ね、泊まる人探すのに時間かかっちゃって、6時とかだったんで。そうだけどさ、いやでもさ、だって今9月なのにこんなめっちゃ寒いのありえる？いや、ほんとパジャマ1枚しか用意してなくてさ、これ借りたからいいけどさ、こんな寒いの田舎って。しかもさ、なんかエアコンとかもつけてくれないしさ。どういうこと？慣れちゃってるんですかね。なんで暖房ないみたいな。めっちゃ寒いんだけど。しかもさ、ここさ、普通さ、上座ってこっち側じゃない？ああ、普通、え、だってさ、客だよ、客客をおもてなしするのに上座に座らせないとかある？え、絶対さ、私こっちには神座じゃん。帰りなさーい。すいません。あれ、私、ごめんなさい。はい、あの、お客さんこちらでしたよね。あ、いい、うん、どうぞどうぞ、こっち座ってください。そんな、ほんとお構いなく。ごめんなさい、気がつかなくて、なんか上がっちゃってたのよ。まあ、カメラね、入ってますからね。ごめんなさい。はい、じゃあこちらお母さん。ありがとう、私のお客さんみたいね。ありがとうございます。お分かりいただけただろうか。うつろな様子の男性らしき姿を。そうだけどさ、いやでもさ、だって今9月なのにこんなめっちゃ寒いのありえる？いや、ほんとパジャマ1枚しか用意してなくてさ、これ借りたからいいけどさ、こんな寒いの田舎って。しかもさ、なんかエアコンとかもつけてくれないしさ。どういうこと？慣れちゃってるんですかね。なんで暖房ないみたいな。めっちゃ寒いんだけど。しかもさ、ここさ、普通さ、上座ってこっち側じゃない？ああ、普通、え、だってさ、客だよ、客客をおもてなしするのに上座に座らせないとかある？え、絶対さ、私こっちには上座じゃん。帰りなさーい。すいません。あれ、私、ごめんなさい。はい、あの、お客さんこちらでしたよね。あ、
どうぞどうぞ、こっち座ってください。そんな本当お構いなく。ごめんなさい、気がつかなくて。なんか上がっちゃってたのよ。まあ、カメラね、出てますからね。ね、はい、じゃあこちらお母さん。ありがとう、私のお客さんみたいね。ありがとうございます。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。座る位置を交換していると、画面奥部屋の片隅にうつろな様子の男性らしき霊が姿を見せた。和装なのか洋装なのか断絶としないが、青ざめた顔の若い男性のように見えるものがうつろに一点を見つめている。その表情までは映像からは判別できないが、周囲にまとう闇が何かしらの哀愁を漂わせているように思える。直前、女性タレントが豹変して毒舌を吐き続けたのは何かの予兆を感じ取ったせいなのかもしれない。視聴者の身の回りで起きた謎の現象などを実際に現地まで行き検証するというような趣旨のネット番組なのだという。庭への不法投棄が止まらないという依頼主、荒れた庭が寄せつけるのは不法投棄だけではなかったようで。お庭の問題を抱えてるってことで。そうなんですよ。どの辺ですか？ちょっと案内しますね。あ、はい。じゃあ早速、はい、じゃあ行ってみましょう。ここはね、裏庭なんだけど。裏庭ね。うん。裏庭ね。ま、見て。これじゃないですか、こんな。あ、こちら。あ、こちら。使うもの。あ、あ、はい。あ、失礼しました。あそこ、あそこ。あ、あちら。うん。ね、なんか本当ですね、なんか。一応ね、片付けるんだけど、はい。さあ、何ですかそれは？網戸かな？よくわかんない。なんでマヨネーズなんかもあるんでしょうね。こんな不思議な。針金とかさ、これだってゴミなんだよ。この辺はあれですか？お片付けされてる感じですか？まあ多少ね。まあ、ちょっとこの辺も見てみます？見ててください。はい。カメラ、カメラ、これ、なんか、パドルですかね、これ。あ、そうみたいね。パドルって、なんでしょうね。あちらのゴミよりこちらの方が気になっちゃったんですけども。あ実はね、はい、私の家じゃなくて、今、家主さんの方が借りてるのよ。あ、そうなんですね。うん、あ、そうでしたか。うん、なんかずっとちょっと主張していて、戻ってくるまで借りててくれるって言われて、本当に安いお金で、ね、借りられたから。あ、そうなんですね。私としてはとてもいいんだけど、ただゴミがね。これどこかあちらの通りからですね。なんでしょうね。この間もね、1ヶ月前に片付けたのね。え、でもこれ結構年季入ってますね。どうしてこんな年季入ってるのが1ヶ月前に片付けても来ちゃう。なんか、あってもおかしくないような、なんか、状態になっちゃってますけども。そう、ほら、私借りてるから、あんまり片付けられないんで。ああ、そうですよね。うん、一応、これ片付けてもいいかなーって言って、で、片付けてるんだけど、はいはい。業者さんとかにね、こう入れたらきっと、綺麗になりますけどもね。見てみて。はい。この梅。おー、いい、立派ですね。うん、あ、何かいらっしゃるわ。これは、なんだろう。虫かな。冬眠してるのかな。冬眠してるのかしら。
の庭をね、なんかこんなに広くないんですけど、さすがにサドルとかはつけないですけども。でも私がつけたわけじゃないから。そうですよ、困りましたね。こういうものが、そう、こういう形であるから、不思議なのよね。それをほら、調べてほしい。そうですよね、調査させていただいて。息子がね、はい、さんの番組をどこかで見て、はい、でこの人に頼めば来てくれて調査してくれるっていう風に聞いたから、それでお願いしたのよ。失礼いたしました、うん、そうですよね、ゴミのチェックしてる場合じゃないですね。じゃあね、本当です。じゃあ早速、調べてまいりましょう。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お分かりいただけただろうか。目前にまで迫る恐ろしい霊の姿が。いらっしゃるわ。これは何だろう、虫かな。冬眠してるのかな。冬眠してるのかしら。の庭をね、なんかこんなに広くないんですけど、さすがにサドルとかはつけないですけども。でも私がつけたわけじゃないから。そうですよ、困りましたね。こういうものが、そう、こういう形であるから不思議なのよね。それをほら、調べてほしい。そうですよね、調査させていただいて。息子がね、はい、さんの番組をどこかで見て、でこの人に頼めば来てくれて調査してくれるっていう風に聞いたから。それでお願いしたのよ。失礼いたしました、そうですよね、ゴミのチェックしてる場合じゃないですね。じゃあね、本当です。じゃあ早速、調べてまいりましょう。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。女性がカメラ前を通ると、その奥に揺れ動く霊の姿が現れた。次の瞬間、霊は画面前に移動し、ノイズで映像が終わる。過去にこの敷地で曰くのあるような出来事が起きていたかどうか大家に聞いても、かたくなに否定するばかりだが、どちらにせよ不法投棄問題は解決せず、奇妙な疑問が残ったまま、収録映像もお蔵入りとなり、この企画は幕を下ろしたのだそうだ。